毛利元公は、須王徳山元氏家の、第十代当主、死爵区。調布藩主、毛利元雲の八王。養父は、最後の徳山藩主、毛利元茂。署名は治右、おさむみぎ。4年4月3日、調布藩主、毛利元雲の八王として度比が、久保の調布藩邸で生まれる。安政6年11月30日、徳山藩主、毛利元、 しげるの養子氏となる。文久元年1月15日、もう年右と名乗る。慶応3年10月18日、毛利元公と改名する。この年、養父、元、しげるの名代として、藩平を率いて上京する。慶応4年1月、鳥羽伏見で、幕府軍と戦い校を挙げる。慶応4年2月20日、英国留学の直教へ、3月3日に兵庫から乗船し、 ウルー4月29日にロンドンに到着する。兵庫出発後、4月2日付で15石下を除せられ、大和守に任じられる。また、9月2日、留守中に家督相続の命を廃する。明治6年7月24日、帰国し、その後は東京で主事の公共事業に尽力する。明治17年7月8日、家族に列して死者を授けられる。 明治18年7月13日、君4頭に除せられる。ついで累進して、十三味君3頭に除せられる。明治33年8月8日、東京は笠さの霊南坂邸で病死。去年50、同日に、次男の毛利元秀が家督を相続する。ありがとうございます。